キスノーエージェントレミリアさんでー。誰や保管庫の隣にノーパスを置いたやつ。これのおかげで保管庫整理してると移動できなくなる妹のフランドールです。ファストトラベルスライやろ。そういう問題じゃねえよ、めんどくさすぎんだるを。そもそもなんでこんな出入り口に NPC 集まってくる設定にしたん？まっしぐだからだよ。こんなことよりイヤー5のアップで車で完全に虚無機関に入ってしもたんで。今回も野良レジェヨービルド紹介してこうと思います。いつも通りの動画内容。今回は初心に帰って、ガッチガチの初心者向けタレドロビルド組んでみました。最近はディビジョン2もフリープレイやセールを積極的にやってるんで、新規さんも増えてますから。ただそれだけじゃないのですよ。と、言いますと？イヤー4最後のマンハントのラスボス戦で、ソロ勢を浴び召喚させた火炎放射犬にも、タレドロビルドは非常に有効だったのですよ。地獄の番犬スパークル君も、炎上しないアサルトタレット&ストライカードローンのコンビの前では、ただのよろしくメカドッグ。イヤー5のアプデでこの火炎メカ犬も出てくるとしたら、安全に倒せるタレドロビルドがまた流行る可能性も大いにありますぜ。確かに炎上ダメや火炎グレポンで攻撃してくるこいつを、まともに相手にすると相当きついんで、タレドロ復権する可能性もありますね。さらに今回は、レジェンダリークエ初心者にも使いやすい、安全で装備揃えやすいタレドロビルドを考えてきました。ノラレジェ初心者にはやっぱタレドロが安定しますから。じゃ、ビルド紹介していきましょう。脱出を諦めたエージェント。タレドロっていくらいですから、やっぱスキルはこのアサルトタレットと、ストライカードローンが主軸。アサルトタレットの方は設置固定型な分、火力も耐久値も高いんで、このビルドでメインとなる存在。逆にストライカードローンの方は、自動追尾して攻撃できる分、火力、耐久性ともに控えめなんで、サポート火力的な存在。どちらもスキルクラスはマックスの6なんで、火力も耐久も申し分なし。メインウェポンには、定番のエキゾ AR、コンデンサーを使用。スキルマンでは毎度おなじみの、敵撃つだけで最大 60% スキルダメウプできる壊れエキゾ武器。スキルクラスごとに武器ダメ 7.5% 上がる効果もあるんで、銃器自身の火力も結構なもの。サブにはクラシック M1A、ハンドガンはコルガバで、武器タレントは両方ともインシンクにしてます。レジェだとメイン武器玉切れになることもありますんで。リュックにも定番のエキゾ、忍者バッグを採用。特性はないものの、コア特性3種盛りに、タレント性能で全てのセット効果プラス1できるコスパ最強バッグ。ホルスターもいつものブラソスネームド、ピカロズホルスター。こちらもコア特性青、特性に固定で武器ダメプラス 15%、ブラソスブランドに V 効果でスキルクラスプラス1と、実質コア特性3種漏れるコスパ最強ホルスター。上着はベルストーンブランドで、特性にスキルヘイスト、スキルダメージ乗ったやつを厳選して、タレントをキネティックモーメンタムに再調整してます。初心者さんやエンジョイ勢には厳選がちょっと厳しめではありますが、特性はある程度妥協してもいいと思いますので。タレントはタレットとドローンの両方ともスキルダメ最大 15% アップするんで、キネちゃんを強くおすすめ。さらに今回は安全性を重視したタレドロなんで、ベルストーンでのアーマー自動回復とキル回復にも注目。さらにマスクにもご覧ブランドを採用して、自動回復にパワーを確保。特性値はアーマー回復&スキルダメで、コア特性は黄色に再調整してるんで、このマスク持ちと厳選難易度は高め。あと今回特性をスキルダメとアーマー回復に集中させてるんで、装備モッドには全てスキルヘイストモッド入れてます。グローブとニーパッドにはエンプレスを装着。エンプレス 3V のスキル効率 10% は非常にお得なんで、スキルマンなら欲しいところ。スキル効率とは、スキルダメージ、スキルヘイスト、スキル持続時間、スキル修復、スキル HP、ステータス効果、の。6つの効果が全て上がる数値のこと。タレドロだとヘイスト、ダメ、HP の3項目が、全て 10% 上がるのはめっちゃすごい。スペシャリゼーションはもちろんテクニシャンで、スキルクラスさらにプラス1。最後にいつものステータスチェック。武器ダメ12万弱と、スキルマンながら効果力。正しくリティカル系は全く持ってないので、あくまでコンデンサーのスキルダメージバフ稼ぐのがメインの役割。アーマーは128万と、スキルマンながら青コア3持ってるんで、レジェンダリでも映りにくい強度。さらにキルでアーマー1割回復、アーマー自動回復は脅威の4万5000あるんで、アーマー割れても30秒で全回復可能。と、ハイエタイエリボーはゼロなんで、
被弾はなるべく避ける立ち回りでおなしゃす。てな感じの絶対に死にたくない自動回復森タレドロビルドで、タレドロさんたちの強さ見せに行ったるで。無理です。ファストトラベルしよう。今回はキャピトルのラレジェにお邪魔します。恐縮です。SHD レベル1000未満の方に名様おるものの、ガチ支援ビルドしてくれる猛者の方もいたんで、バランス的にちょうどええ。しかも初心者2名さんも、タレドロとドローンで恋のスキルマンっぽいんで、ヘイト分散しまくって安全セーフティー編成。昔のノラレジェって、マジでこんな感じのタレドロさんに支援1が最適解だったんすよね。昔のビビには、今ほど効果力、高耐久装備が実装されてなかったんで、敵のヘイト管理できるタレドロが多いほど、クリア率も高かったんよね。おっと突エネミーには適当タレット接近部。接近されたらとりあえず近くにスキル出して、タレット、ドローン、プレイヤーの3体で集中攻撃、敵は解ける。タレドロ最大の利点は敵のタゲを取ってくれることだけど、火力面も低いわけではないので、チームの DPS にも貢献できます。タレット、ドローン、プレイヤーが普段バラバラに攻撃してるんで低火力に見えるけど、3体集中攻撃するとその火力の高さがよくわかります。しかも今回は青森気味なんで、ガチ火力振りのタレドロならもっと高火力出ますから。とはいえタレドロの利点は、やっぱ2台をこき使って自分は後方から安全に攻撃できることですんで、メカ2体をやりがい搾取するプレイが正解。無給で命削って働いてくれる、ブラック経営者には理想の従業員たち。とはいえ今回は本体も硬いのが売りなんで、ある程度強引にコンデンサーで攻撃も可能。オッケー、そういうことならわしの華麗なタレドロ配置をドヤリングしてやりますよ。ごめん死んだ。SHD レベル3700とは思えないクソザコ初心者ムーブ。やっぱ青さん程度ではレジェでは神走行同然なんよ。介護あざます。とはいえ普通のタレドロビルドよりはかなり防御力は高いので、多少の立ち回りのガバさはカバーできます。お姉様いつも通りの立ち回りで。妖怪怖いかくそったれ。当然だぜ。元グリーンベレーの俺に勝てるもん。全長1回ヒーリング休憩入ります。このように被弾しまくるガバムーブしても、もりもりアーマー回復してくれるんで安心してください。アイムエアリング。しっかりとヘイトがタレドロに移ったところで、今度こそ3人がかりでフルボッコだどん。今回支援さんのフューチャーバフも乗ってるんで、普段より火力もうつしてます。つまり普段はもっと火力でないってことです。いちいちネガティブに言い直さなくていいです。オッケー、試してみるか。俺だって元コマンドーだ。銃なんて捨ててかかってこい。屋内戦に移っても、タレドロ放り込んで2階から高みの見物する簡単なお仕事。タレットは前線の目立つ場所、自分は見晴らしのいい安全な遮蔽物に陣取るのが、タレドロの理想っすね。あと射撃に夢中になりすぎて、タレドロのクール終わってるのに起動してない、なんてことにならないよう注意。特にドローンは壊されやすいんで、クール開けてるのに出してないこと多いですから。続いて難所の国会議事堂内では、思い切って櫓の上に陣取る作戦を決行。やばい、死ぬやばい、危なかったぜー。正直ここにこもるのは、かなりリスキーなのでは？いやいや、意外とこの2階席の影になるんで、敵の自爆ドローンから影受けないんで悪くないと思う。さらに中央のカメラの上にタレット置くことで、2階と1階両方の敵を攻撃できるんで便利。今回は初心者さんの多いチームですんで、2階にこもる作戦は無理。ただ一緒に入り口に居持ってしまうと、自爆ドローンやエアバーストで全滅の可能性も高くなるんで、この櫓上でのキャンプ作戦をアドリブで敢行。ここにタレドロで踏ん張ってると、敵がどんどん下に降りてくるんで、あとは櫓から撃ち下ろせるんで案外いいかも。タレドロながらアーマーもそこそこあるし、自動回復能力も高いんで、こういった単独行動でも生き残りやすいのが長所。ただこれは1回で踏ん張ってくれた3人さんのおかげな部分も大きいんで、ご利用は臨機応変に。支援さんがアワケミで援護してくれた部分もあります。なんやかんやでここでもぐだらずに、スムーズなクリアー、やりますねー。タゲ分散がしっかりできてるのと、支援さんが優秀なんで、思いのほか快適なパーティー。順調に進んで、ラスボスエリアは恒例のテントこもり作戦。ここではあえてドローンを大盾に変更して、タレット大盾ビルドをお試し。タレドロ以外での組み合わせも可能なスキルマンビルドなんで、TPO に合わせてスキル変更も OK。つかこれ、大盾とアサルトタレットの組み合わせもなかなかに悪くないかも。
かなり防御寄りなのと、エンプレスのスキル HP プラス 20% 効果のおかげで、大盾の HP も硬くなるんで、相性いいっすね。火力もタレットが出してくれるんで、兵所ごもりには良好な組み合わせ。ともかく無事終了、皆さんお疲れ様でした。クリア時間も初心者2人いたとは思えないほどの速さで、グッドチーム。ヨダメも一応トップだったんで、火力も十分出てました。まあこれは支援さんと初心者さん2名のチーム構成だったからやろ。総量としては、かなりガバイ立ち回りでも、高い生存能力と生徒管理能力で切り抜けやすいし、火力もある程度は出せるんで、非常に使いやすいエンジョイ勢向けお手軽ビルドです。特にレジェ初心者にはおすすめしたいビルド。ではまた次回。